でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない、他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。いい目になったじゃないか青年。